世界を変える。今日やってきたのは名古屋大学大学院情報科学研究科。画面上を移動するのはどうやら自動車らしい。メディア科学専攻の立部芳樹さんが取り組んでいるのは3次元距離センサー、レーザーレーダーを使って、歩行者を見つける研究をしています。自動車の上部に取り付けたこれがレーザーレーダー。ここからくまなくレーザーを飛ばし周りの物体の種類、距離などのデータを収集。立部さんは物体の規則性を探し出し歩行者だけを判別できるようなセンサーを作ろうとしている。こだわりは比較的安価な低解像度のレーダーを使用している点だ。高解像度の場合はたくさんの高さでデータが得られるので詳細な形状が得られるんですが非常にコストが高くなってしまいます。それでは大衆車に普及させることはできません。立部さんが目指すのはあくまでも普及。安価で低解像度のセンサーを使いいかに歩行者だけを検出する精度を上げるのかが研究における大きなポイントだ。完成の道は遠いが恩師の助言も借りながら研究の日々は続く。学問を突き詰めるというよりは生活に直結したような研究を進めることでより皆さんに使っていただけるような技術を開発したいです。高齢者の方が増えつつあり宅配業者でも人手不足が叫ばれている中、私の研究が進めばより安全で快適な社会になると思います。未来ピープルズ。